おはようございます。今日はですね、昨日全然釣れませんでしたのでリベンジに来ております。今日も昨日と同じくですね、海峡はめちゃくちゃいいです。で、岩礁帯が結構近いとこですので、まあ昨日に引き続きですね、根魚狙いで今日も行きたいと思います。よっしゃ、おお、結構引くぞ。潜られた。潜ったか、しまったな。出てこい。お、出てきた。めっちゃ引く。おっしょ、でかっ。うわ、2本とも綺麗に刺さってるし、でっかっ。よっしゃー、うわ、でっか。なんだこれ、めちゃめちゃでかいです。うわ、すげえ。なんだこれ、50センチ超えてるんじゃない。いやー、これはリベンジに来た甲斐があった。やったね。めっちゃ嬉しいんですけど。めちゃめちゃちっちゃいアラカブがかかってました。おっしゃー、もうちょっとちっちゃいな。来ましたよー。わー、ちっちゃい。またなんか来ました。またまたちっちゃいな。あれ、同じやつ？
お、今逃げたやつじゃねえか、お前。全部このサイドじゃん。またちっちゃい何か来ました。もうちょっと大きければね、嬉しいんですけど。もう黒い。来ましたよ、なんかでかいのが。うわ、でっか。なんでこのちっちゃいのかかってんの。なんだこれ、親子でかかってんじゃん。うわ、でっか。よっしゃ。帰れるか。帰れないか。しまったな、とんだ巻き添えだったね。これはやばい、これはやばい、これはでかすぎる。すごいな、めっちゃでかいじゃん。これはやばいぞ。すげえ、やった。よし、ミッション終了。帰りましょう。じゃあ、はい、家に帰ってきて、うん、嫁さんも仕事から帰ってきて、はい、今からお魚をさばいてもらうわけなんですけど、うん、まあ、今回の魚はでかいです。まあ、LINE で送ったんだけどね、うん、リアルタイムで、うん、で、俺後から気づいたんだけど、朝一釣れたの、うん、キジハタだよ。2匹目はオウモハタ。オウモハタ。俺もう興奮しすぎて、うん、全然魚種見てなかったわけ、うん、で、後から写真見返して、うん、で、あれこれキジハタじゃないっけと思ってさ、うん、見たらキジハタだ。まあ、ちょっともう締めて色が変わってるからあれだけど、うんうん、まあ、とりあえず見ていい。うん、いいよ。あ、めっちゃでかくな。めっちゃでかいよ。うわぁ、うん、おぉ、すごい引いたでしょ。めっちゃ引いた。ちょっと開いてたね。うん、めっちゃ引いたよ。これはすごいね。すごいでしょ。おぉ、すげー。見てめっちゃでかい、マジで。これ、オウモンハタ。うん、オウモンハタ。キジハタ。うん、すごい。めちゃめちゃでかいでしょ。でかい。写真で見るより全然でかくな。すっごい引いた。めちゃめちゃ引いたよ。どっちが引いた。どっちも引いた。どっちも、うん、同じぐらいだったかも。まあ、もう固まってるけど。うん、固まってる。ちょっとサイズ測ってみようかな。はい、だいたい口から尻尾の先っぽまで。ちょっと曲がってるからだけど、うん、まあ、43、4ぐらいはあるんじゃない。あ、43センチか4センチぐらい、うん、両方とも一緒だよ。一緒だね、うん、じゃあ今回はどういうふうに料理をしますか。今回は、まあ、前回もオウモンハタを釣ってきてるんだけど、うん、2匹ね、うん、その時はもう全然これより全くちっちゃくって、うん、刺身としゃぶしゃぶと取りますって言ったのに、うん、まあもちろん取れるわけもなく、うん、刺身にしか取れなかったから、うん、今日はまあ、オウモンハタとキジハタがいるわけだから、うん、どっちも刺身を取って、うん、どっちもしゃぶしゃぶを取って、あら汁も飲む？あら汁もいいかもね。
あら汁も飲む、もう今日で、うわ、でかいな、私さばけるかな、こんなでかいの大きいの、はい、もう包丁切れる、うん、切れる、このぐらいのさばいたことないと思う。昔あのカンパチかハマチとか何回かもっと書いてきたよ。こんなでかかったっけな。で多分これよりでかかったと思うよ。そう、うん、これは別にしてた方がいいよね。お、上手だった、うん、今の大桃旗よりキジ旗の方がちょっと身が白いね。どうやって分けとくけ。半ピラを刺身、半ピラをしゃぶしゃぶ。うん。あらじり用の頭を切ります。あ、ちょっと待って、顔すごい決めてるけど、顔映ってないからね。そうなんだ。手元しか映ってないから。ごめん。いや、でもここから怖いのよ、本当に。出刃包丁いるね、やっぱりね。出刃包丁。大福さん。コラーゲンたっぷりだろ、これ。食べましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。これね、今ね冷蔵庫から取るときに落としたから。あ、大丈夫じゃん。うん、大丈夫。さばいた魚をさばいた後のビールは美味しいでしょうね。美味しい。汗かきながらさばいたもんだって。ちょっとじゃあ今何も食べてない状態食べ比べてみて。刺身いい、うん、こっちがキジハタ、うん、こっちがオーモンハタ。はい、じゃあいただきますよ。どっちも美味しい。え、どっちも美味しいけどな。もうそこまで差はないのかな。どっちも美味しいけどこっちがああでこうでっていうのは分かんない。へえ、同じぐらい美味しいってこと。うん、そう、同じぐらい美味しい。で、しゃぶしゃぶは、しゃぶしゃぶね、このぐらい。うん、うん、美味しい。美味しい。ちょっと通すぐらいでいいね。うん、大根の人買ったら、あったらよかったね。美味しいかな。あ、身が引き締まるせいかさ、うん、ちょっと硬い。あ、そうなんだ。うん、両方とも。こっちは特にかも。そうなんだ。うん、すごい歯ごたえがある。手前キジハタ、大門ハタだったっけ。キジハタ、キジハタ、大門ハタ。へー。あ、しゃぶしゃぶはじゃあもうちょっと薄く切った方がいいってことかな。なんかもう味見で食べ終わりそうだね。あ、うん、ねえ、しゃぶしゃぶぐらいがいいかも。あ、しゃぶしゃぶ、うん、ずっとこう、うん、
つけてるよりはしゃぶしゃぶがいいかも。だけど刺身がやっぱり美味しいかもしんない。ああ本当に、うん、しゃぶしゃぶもったいない。ちょっと硬くなる、弾力が出るっていうかさ、歯ごたえがあるから、それが好きな人はいいかもしれないけど、でも本当伊勢海老なんかに似てるのかもしれないね、うん、美味しいね。美味しい。うまいよね。本当刺身は美味しい。あ本当に、うん、しゃぶしゃぶにするにはもったいないとこなのかな。今日もちらっとこう料理動画も撮ったんだけど、まあ私の腕もまだまだっていうことでちょっとそこら辺はね、うん、これから少しずつ上手になろうかなっていう、うん、あと包丁をやっぱりデボ包丁がいいよね。皮が足りない。デボ包丁を買って、で僕も釣りの腕を磨いて、でもあんだけのあんぐらいの胴の大きさぐらいでも、うん、さばくのって結構大変なんだなっていうのを感じた。ほんと汗かきながらさばいたから今日、ビールが美味しいでしょ、うん、じゃあ、今回の動画が良かったらいいねと、どちらの動画の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。And sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things.